今回は夏ということで、提灯お岩さん、イメージとしてはこんな感じ。怖いお面だけど最後まで見てください。どんな顔にしようかな。これ自体を提灯キャラにして、漫画っぽいな。せっかく能面技法でやってんだから、もう少しリアルな感じにしよう。よし、これでいくかな。お岩さんのイラストを参考に油粘土でデザインします。口元が白骨化してる。ライトで遊んでみると、気持ち悪い。それではご近所さんにもらったヒノキ材で作っていきます。正面と横型を木に移しました。この時期すごい蚊がいるのよ。もうなんとなくお岩さんになってる。晴れた目に少しブツブツを掘っていきます。日野秀氏の漫画みたい。はい、木彫りが完成しました。今回もヒノキ作りなので、樹脂の油を抜くために3日間アルコール漬けにします。はい、3日経ったので沸騰した鍋で茹でていきます。おぞましい光景ですが、至って真面目な作業です。10分ほど茹でたら日陰でゆっくりと乾かしていきます。ヒノキの面は基本裏を漆で塗るのが一般的です。私は花朱を使います。木が吸い込まなかった漆は布で拭き取ります。この漆を数回繰り返し、最後にマコモという粉を振りかけておけば、
余分な艶が控えられてとてもアンティークな仕上がりになります。それでは下地作りのために盛り上げ5分を塗っていきます。これはひびが入りそうなところを見つけたので和紙を貼りました。1回目だけ薄めた5分を塗ります。木が弾いてしまうからです。2回目から積み上げることを意識して濃いめの5分を塗ります。よく乾かしたら紙やすりや棒やすりなどを使って表面を滑らかに整えます。削って粉になるのは5分特有で、アクリル絵の具の下塗りジェッソなどではシリコン状の塗膜を作ってしまい、削っても粉になりません。腫れた片目だけ金色の目にしてみようと思います。エポキシボンドで金の眼球をつけていきます。これで下塗りが完成しました。粒子の細かい水皮5分を使って今度は上塗りです。幽霊なので青白い感じの顔になります。古めかしくシャドウを入れていきましょう。水皮の粉を直接すり込むこともあります。私は墨を使う前に一度磨いて艶を出しておきます。毛を描いていくときに私がシューとかスーというのは緊張しない呼吸法です。
髪の毛を硬いもので削ってエイジングをかけていきます。額のぼんじは阿弥陀如来を表すキリークを簡略したもので、苦しみから逃れ仏になってほしいと願うものです。それでは提灯お岩にしていきましょう。これは前に使えないかと買っておいた人工毛のウィッグです。あら、似合うじゃない。じゃーん、提灯お岩の完成です。夏のオブジェにいかがでしょうか。今回お岩面を作るにあたって、お岩稲荷陽雲寺に成功祈願に行ってきた様子です。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。